じゃん。今日はね、フグチリということで、前にね、葬式に行った時に香典返しでカタログもらったんですけど、その中にね、フグがね、あったんで、フグチリのね、鍋のセットみたいなのがあったんで、今日はね、それをいただこうと思います。はい、せっかくのね、美味しい鍋ということで、お酒もね、冷やおろし、七軒っていうね、すごい美味しいお酒があるんですけど、それのね、冷やおろしが売ってたんで、冷やおろしを買ってきました。じゃ、この、鈴のね、器に入れて、はい、じゃあ乾杯。乾杯。うん、いい香り。うん、美味しいね。結構冷やおろしの割には力強いね。うん、美味しい。いただきます。うん、美味しい。はい、次はね、八海山の特別純米原酒ってやつ、これをね、飲み比べてみたいと思います。やっぱね、この鈴のね、器最高ですね。日本酒がね、すごい美味しくなる。いただきます。うん、ああ、こっちはすっきりしてるね。やっぱり強さで言ったら冷やおろしの、そう、あの七軒の方が強いね。でもこっちはガーッと広がる。うん、うん、美味しい。こっちも美味しい。やっぱね、キレがすごい。各種日本酒飲み比べっていうことでね、この間買ってきたね、あの冷やおろしとかのね、シリーズを開けたいと思います。これ久保田の秋上がりってやつですね。この時期だけに出てくるやつです。じゃあ、いただきます。うん、香りがね、一番これが軽いような気がする。ああ、でも強さはこれが一番強いかもしれない。かなりね、あの飲んだ、口に含んだ瞬間に日本酒っぽさが一番くる。度数が一番高い。うん、うん、でも美味しい。美味しい。